皆さんこんにちは。さあ今回はですね、東京旅行の続きなんですが、今回はね、東京駅をね、見てもらいますが、この駅のね、外観ですね、それとか外の、風景の映像とかをこの GoPro Hero 10でずっと撮ってたんですけども、はい、皆さんね、ご存知の通りこのね、 GoPro Hero 10、ちょっと不具合を抱えていまして、まあ、撮影した映像の大半がね、まあ、消えてしまうという事態がね、旅行中に発生してしまいました。いやー、これ本当にね、すごいこう残念というか、もうね、こう腹立っているような状態なんですけども、野外の撮影大半今回 GoPro で撮ってるんですよ。だからまあ、室内とかはね、結構 DJI アクション2とか、アクション2じゃないか、ポケット2かな、それで撮ってた映像があったので、そっちは問題なかったんですけどもね、外撮りの映像大半これ1本でやってしまったがゆえにね、ほとんどね、まあ、この後の日比谷公園とかもね、実は結構撮ってたりですとか、他にも皇居の外苑ですか、そういったところもね、かなりこれで撮ってたんですけども、全部ね、使えなく、ね、なってしまいました。まあしゃあないですね。で、ですね、その駅の内部と、あともう一つね、東京駅一番街ってね、地下に通じる道がありまして、その地下の方にもね、そういった商業施設がガーッと広がってる風景があるので、ぜひね、そちらも合わせて見てくれると嬉しいです。ではね、こちらの映像を見てください。どうぞ。さあ、なんとかね、東京駅のこう内部に入ることができました。ちょっと改札を通らないとね、その分かんない場所もあったりしたんですが、そうですね、さっきまで僕はこの丸の内の北口からぐーっと歩いてきて、今ここにいるので、そうですね、じゃあちょっとこのままあれですかね、キッチンストリートとかの辺を歩いていますか。はい、いやー、すごい、これが駅の中だっていうんですからね。ほんとね、いろんなところに、ね、道が張り巡らされてあって、しかもさらになんかこう下の方に、この行くことができるんですか、東京駅、一番街ですか。はい、この辺とか入るともうなおさら分かんなくなりますよね。あ、でもこっちは大丸か。特にそこは用事はないので、そうですね、もうちょっとこっち歩いてみましょうか。いや、本当にもういろんな場所ね、歩くところがありすぎて全然わかんないですね。ピスタ&東京っていう抹茶かなんかのやつなんですかね。こっちは割とお土産屋さんが多いですね。東京ギフトパレットって書いてるんで。で、こっちは何でしょうね、ここもなんかお菓子なんでしょうか。もういろんなものがありすぎてどれを取っていいか状態になってしまったけど、じゃあここからね、東京駅一番街の地下一帯行ってみましょうか。ここなんかね、見るものあればいいんですけども、あ、こっちはあれなんですね、ポケモンストアとか仮面ライダーのショップとかキャラものが多いんですかね。プリズムストアって書いてますけど、すっごいポップな感じなありますね。まあ、そういったポップカルチャーの、そういうね、お店とかもたくさんありますね。じゃあプリキュアのすごいショップがある。東京キャラストリートっていうんだ。なるほどね。こっちはウルトラマンの、はあ、お店があったり、なんかちょっとね、その秋葉原っぽい感じもしないこともないですけども、まあ、それかもう少しあるかな、万人向けのキャラが多いのかな。すごい、 LINE のキャラもショップもある。で、こっちは何でしょう、あ、腕玉とかリラックマとかもありますね。なるほど、とにかくキャラものなんですね。これは何でしょうね。今お客さん結構並んでますけども、こっちはフジテレビのショップだ。すごいですね。ちょっと写真撮ってる人がいるんでやって通りましたけども、はあ、意外にこの辺で、ね、お土産探してみるのもいいかもしれないですね。テレ東とか日テレとかテレビ朝日とか、これテレビ局のやつなんですね。何も考えずに、ね、入っちゃいましたけども、意外とね、ここいいかもしれません。ぜひ、ね、東京駅来たらね、ここ寄ってみてください。あ、この売ってるキャラクターのやつの一覧とかがありますね。はい、こんな感じです。やっぱちょっと低年齢向けのものもが多いというか、家族連れてきて多分楽しい場所だと思います。さあ、キャラ街をね、通り過ぎますと、今度はね、フードコートにね、入ってきました。あ、いろんなご飯屋さんが左右に並んでてね、なかなか
楽しそうですね。日本のグルメ街道ってなんですね。ちょうどお昼なんでね、この辺で食べてもいいかもしれないですね。あ、すごい、函館からは寿司屋さん三太郎だ。こんなとこで見るとは思いませんでしたけども。なんかね、ちょっとこの雰囲気を見るとあれですね、札幌のあの地下街をちょっと思い出しますね。まあ、あれよりかもはるかにこう巨大な、感じではあるんで、巨大といってもですね、割と道幅とかに関してはすごい狭いかなと思って、そこに本当にたくさんの人がガッとね来てるんで、もうなんか人の頭しか見えないみたいな ところもねありました。さっきあのキャラクターのショップですかのね、一部では本当に、ね、長蛇の列ができてて、もう全然なんかね、その近づくこともなんか 何やってんのかなってことで見ることもねできませんでした。相当人気のなんか商品というかあれがあるんでしょうかね。はい、そうですね、何がいいんだろう。博多といえばやっぱ明太子ですかね。もつ、あ、僕もつダメなんだよな。カツ、あ、カツ屋さんもいいな。うん、ちょっとこれはね考えていきましょう。で、こっちはもう終わりなのかなって感じが、すごい並んでるな。そうですね、まあ、もうちょっとだけ探してみましょうか。さあ、あの後ね、地下をうろうろしまして、香川さぬき麺業っていうのかな、はい、そこのお店にね入りました。今回はこの牛丼にね、こうとろろと温玉を乗せて、でとうどんを汁物感覚でねいただいたんですけども、結構ねここのお店もね繁盛していましてね、僕も入るときね、まあ、そこまで並ぶほどではなかったんですけどね、数分ちょっとお店の外で待って、まあ、案内されたんですが、いや本当そうなんですよね、東京駅のねこの、地下のお店ってどこもかしこもねこう並んでるお店が多くて、で僕自身あんまりこう並んでご飯食べるのね好きじゃないので、なんか空いてるところはなかったのかなって探してて、で一番ねこう入れそうな場所がここだったんですけども、そうなんですよね、ラーメンストリートって書いてるところで、ね、このうどん屋さんっていうのはどうなのかって思うんですけども、やっぱり皆さんね、ラーメン屋さんに入っていく方が多かったですね。でこのことをねちょっとその後に会った友達と話したら、まあ、東京はねこう美味しいご飯屋さん並ぶのは普通だよって言われてね、まあ、ちょっとその地域の差っていうんですかね、そういうのをまあ感じることがねありました。でこのさぬき麺業さんってお店なんですけども、香川県にねこれ本社がありまして、さぬき麺業株式会社と、まあ、表記されていまして、大正15年ですか、そこにね創業しまして、で、昭和39年に、現在のねこのさぬき麺業というお店をね、設立したそうです。そして1970年昭和45年ですね、そこで、大阪万博出店を機に外食産業にも進出、現在県内を中心に8店舗のこの外食店を、まあ、運営しているとのことで、すごくねその香川県では有名なこのうどん屋さんみたいですね。でここのねあのさぬき麺業さんなんですけども、工場見学とかうどん、作り体験とか積極的にやっていましてね、まあ、ホームページとかで見る限りも、まあ、すごくこのね、うどんのこの啓蒙っていうんですかね、そういうのを、やっている、お店なんだなと思いました。でうどんのね味に関してなんですけども、まあ、非常にねコシが強くて、今までね僕が食べてきたうどんの中ではね一番こうね噛み応えがあるっていうんですかね、はい、非常にね美味しかったです。でね、つゆの方もね結構薄味ではあるんですけども、ね、出汁が効いてるんで、まあ、こうずっとねこう飲み続けてもそんなに飽きが来ないっていうんでしょうかね。でまあ、具とかに関してはこうわかめがちょっと入って、あとはまあネギとかね散らしてあるぐらいでシンプルなものだったんですけども、まあ、隣の牛丼と一緒にねこう交互に食べ進めていく、感じではこの方がね、まあ、いいんではないでしょうか。そんな感じでね、画面の中の僕はねガンガン食べてるんですけども、ちょっとここでね、皆さんに少し聞きたいことが、ありまして、というのもこの、まあ、旅行の動画でも他の動画でもそうなんですけども、ご飯を食べるシーンを入れる、まあ、必要があるのかないのかっていうのがねちょっと今自分の中で引っかかってるところがありまして、というのも、まあ決して多くはないんですけども、結構ねその、まあ、コメントとか他にも、まあ、ダイレクトメッセージとかなとかの方にその食べてる姿を見たくない、まあ、もしくはこう不快だっていうね、まあ、方がそれなりにねいらっしゃいまして、まあ確か
かにね、綺麗にご飯食べてるかって言われると疑問符がねつきますよね、うん、食レポとかをね中心にやってるねこの YouTuber の方とね、まあ見るとね、まあ、すっごいね食べるのは下手くそなんですけども、はい、そうなんですよね、うん、だからそのねこう物を食べてるもう見るのがまあ不快だとか、まあ、汚く食べてるとかっていうふうにまあ言われてしまうと、なかなかね今後ね自分の動画作りとしてはこれどうなのかなって思うことがあります、うん、まあ、こういうのをなくした方がいいのか、それともその食べてるとこじゃなくてなんか写真とかでね何枚かまあこういったもう食べましたっていうところを言うだけでいいのかってところでね、まあ、自分の中では結構悩んでるところではあります。ぜひねあのそれに関してなんか、意見ありましたらね下の、コメント欄書いてくれると嬉しいです。はい、なんとかね地上に戻ってきました。で、あの地下街のねあのうどん美味しかったです。割とね周りが全部あのラーメン街ってですね、本当にラーメン屋さんとかそれ系が多くて、割とうどん屋さんっていうのは珍しいかななんて思ったんですけども、いやいや意外や意外ね、まあ、量はちょっとね少なめではあるんですがね、すごくね出汁も効いてましてね、あの牛肉とろろ温玉もまあまあ良かったです。ここは JR の高速バスの乗り場なんですね。はい、それじゃあちょっと最後ねこの辺のビルでも映して終わっておきましょうか。もうすごいですカメラめっちゃ上に向けてもなかなか画角全体には収まりきらないほどこの辺はもうビルがね、乱立しております。で今回ね、まあ、本当は駅とその周辺だけ紹介して終わろうかなと思ったんですが、意外や意外あの地下街がね予想以上に良かったですね。特にあのキャラクターストリートでしたっけ、あそこはね、ご家族で観光にね来られる際にはぜひぜひ一緒ね立ち寄ってみてください。きっとねそのお気に入りのキャラクターのグッズが買えると思うんでね、うん、秋葉原とか行くよかも、そのもうちょっと年齢層低い、キャラグッズを探すんだったらあそこがぴったりだと思います。さあということで、今日はねこの辺で終わっておきましょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画ね皆様何かを参考になれれば幸いです。でね、あともう少しだけね多分東京の観光動画はね続くと思いますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。